マエブールの街並みマエブールは、モーリシャスの都市。モーリシャス島の南東岸に位置し、グランポール県に属する。2015年7月1日の人口は15,457人。面積は2.24平方キロメートルで、人口密度は6,900.4人、平方キロメートル。マエブールは、モーリシャスのフランス統治時代における最も有能な、 総督であったベルトラン、フランソアマデラ・ボードネーズにちなんで名付けられた。マエブールはそれ以前の短いオランダ統治時代から開発されていた。マエブールはフランス統治時代の1806年に大きく開発された。現在でもマエブールの旧市街ではよく計画された街並みにオランダやフランス時代の名残がある。イギリス統治時代に首都が ポートルイスへと移されてからマイブールの重要性は減少し静かな港町となった。現在では国立海軍博物館においてこの町の沖で戦われたイギリス海軍とフランス海軍の展示があり、またオランダ歴史博物館では初期オランダ人植民者の歴史を知ることができる。現在ではマイブールは地元の商業の中心地となっている。海岸部は整備され、 カジノも開設されており、国内や海外からの観光客も増加している。そのため、彼らを受け入れるホテルも整備され始めている。前ブールには、国内最大のラグーンがあり、そこでの漁業も重要な産業となっている。前ブールには3つの小学校と4つの中学校がある。ありがとうございます。